はい、本日は伊藤昭光投手、ヤクルトスワローズでございます。こちらの映像は1989年55試合に登板、すべてリリーフで投げているわけなんですが、それでなんと18勝17セーブの活躍、そしてですね、規定投球回には達していないわけなんですけれども、18勝でね、最多勝利投手になったとしてございます。本日はですね、この伊藤投手のヤクルト時代の活躍を振り返りながら、またね、その足跡をたどってドラフトの時のお話なども交えましてね、お伝えしていこうと思います。伊藤投手出身は東京、そしてですね、帝京高校2年の時、春の選抜決勝まで進むわけですが、決勝戦の相手はこちら、中西投手擁する高知商業にね、0対1で敗れたわけでございます。高校卒業後は社会人本田技研に進まれ、そして84年のロス五輪では公開競技でありました野球で金メダル獲得に貢献したわけでございます。そして1985年社会人4年目にですね、ドラフト会議前には即戦力右腕としてね、かなり評価の高かったピッチャーでございます。こちらでね、社会人のこの練習の様子でございます。そしてですね、この年のドラフト会議といえばやはりこの人、 PL 学園清原和博選手のね、行方はどうなるのかというところにね、かなり注目されておりましたドラフト会議でした。そしてもう一人、 PL 学園桑田真澄投手、ドラフト前はね、早稲田大学進学を打ち出しておりましたがね、どこかの球団が指名するのではないかというね、お話もあった投手でございます。伊藤投手のね、こちら社会人時代のピッチングの様子でございます。伊藤投手もですね、何球団競合するかってね、かなりね、言われたわけでございます。そしてドラフト会議、蓋を上げてみます。清原には6球団、そしてね、なんと桑田を巨人が1位指名、そして伊藤はヤクルト、阪急、ロッテの3球団に指名されたわけですがね、本人が希望しておりましたヤクルトが抽選の結果引き当てたわけでございます。そして入団1年目は34試合に登板、4勝11敗、防御率 4.10 の成績を残されております。チーム状況もあってね、かなり負け越しされております。そして2年目にはですね、31試合に登板、チームトップの14勝を挙げ、そして迎えました3年目、89年、冒頭の映像のこちら続きになりますが、この年はですね、高野投手が故障したということで、開幕3連戦にね、ちょっとクローザーリリーフをやってくれと当時の関根純三監督に言われて、ね、やったんですけれどもね、結局ね、なんとね、ズルズルと言ったらね、ちょっと言葉あれですけれども、結局最後まで抑えをやることとなったわけなんですよね。その時はですね、なんですか、抑えといっても今みたいにね、1イニング限定とかいうわけではないので、5イニングスとかね、6イニングスとね、ロングリリーフもこなしていたんですよね。まあそしてですね、関根純三監督のね、最初だけ抑えでっていうとね、あの太陽時代の斎藤明雄投手もね、そんな感じでね、そのままね、ずっと抑えやったというね、記憶がね、ちょっとね、蘇ってきましたね。最終的には55試合に登板、18勝9敗、17セーブ、3.15 の成績で、中日ドラゴンズ、小野和之投手とともにね、最多勝を分け合ったわけでございます。そしてですね、なんとプロ野球史上初、規定投球回数に未達の最多勝利投手が誕生したわけでございます。そして翌89年には先発復帰もね、骨折で4勝に終わり、90年には肩の故障でね、0勝に終わり、そして、ね、91年にはなんと一軍登板なしというね、成績に終わったわけでございます。他のですね、ヤクルトの投手のね、動画の中でもね、言ったような記憶があるんですけど、ヤクルトのね、ピッチャーってね、なんか知らないけどね、よくね、怪我でね、こう故障でこう戦線を離脱したりとか、そのまま消えていったりするね、選手がね、なんかね、多いなっていうね、気がするのはね、私だけなんですかね。そして迎えましたね、92年、なんと伊藤投手は復活を果たすわけでございます。29試合に登板、7勝5敗、1セーブ、防御率 2.77 の成績で、なんとね、野村ヤクルト初優勝に貢献、なんと道下投手にも輝き、そしてオフにはカムバック賞も受賞されたわけでございます。伊藤投手ピッチングの特徴ではですね、やはりね、強気の投球、まあ、といってもね、ストレートで真っ向勝負という風なわけではなくね、投球の約6割が、まあ、スライダーなわけなんですが、まあこのスライダーがですね、ストレート以上にね、もうコントロールが良くてね、両サイドにね、ビシッバシッと決まっていくわけなんですよ。そしてですね、スライダーの種類もね、なんと3種類あったらしいんですよ。大きく曲がるものとかね、まあ、小さく滑る、まあ、今だとカットみたいな感じなんですかね。そして、ね、縦にね、変化するのをね、投げ分けていたらしいんですよね。12年7勝でカムバック賞を受賞、復活のね、兆しが見えました翌年。こちら1993年のこちら日本シリーズのピッチングなんですけれども、この年はですね、
26試合に登板、13勝4敗2セーブ、防御率 3.11。 この13勝はですね、なんとチームトップの成績でヤクルトの2連覇にも貢献したわけでございます。前もなんか2年目の成績かなんかの時チームトップのっていうふうなことを言いましたよね。まあね、結構なそういう感じでね、チームトップのね成績をね上げることもね、まあ、あるわけですね。まあ、2桁勝利といえばですね、1、2、3、4、4回ね、こうされてるわけなんですよ。この当時の日本シリーズはですね、デーゲームなんですよね。なんか懐かしいですよね。平日のデーゲームとかってね。まあ今年はですね、日本シリーズね、11月のね、終わり頃あるんでね、まあね、土日の開催なんかね、デーゲームでやった方がいいんじゃないかなと思うんですけどもね。まあね、ちょっと屋外の球場のチームがね、まあ、優勝したらちょっと寒いじゃないですか。まあ11月ですからね。お、珍しくはですね、伊藤にしてはフォアボール出しましたね。そしてはですね、ダイソー柿打ちなんですね。柿打ちってね、足が速いイメージがね、そんなにないんですよ。ちょっとね、今調べたらですね、通算で36盗塁されてますね。でもね、96年にはね、1シーズンだけでね、16盗塁してるんでね、まあまあね、速いんなんですかね。でもね、あんまりリードね、アン通過から出てなかったですよね。そしてね、セカンドゴロにね、打ち取ってしまったわけでございます。そして迎えるバッター、あ、伊藤対決ですね。さあ、伊藤対決、どちらに軍配が上がるのでしょうか。これはちょっと面白そうです。あ、これはですね、バッターの伊藤の方が勝ちのようでございますね。まあね、まだ2対0ということですからね、ここはね、気を取り直してね、次のバッターを抑えればいいんじゃないかなと思うんですね。というのもね、次のバッターはね、9番なんですね。9番はですね、DH 制がね、当時はね、なかったですからね、ピッチャーのね、こちら、香取が打席に入ってるわけなんですよね。ちょっと香取さんのね、詳しい解説がちょろっと今出ておりましたがね、まあここはね、三振に切ってね、取りたいところじゃないですか。ワンストライクとね、カウントね、有利なカウントから伊藤の投げた2球目、おいい当たり。あ、でもこれね、レフトフライですね。95年にはね、また2桁勝利10勝を挙げましたが、96年ね、ジャイアンツのね、吉村の打球をね、右手で取りに行ってですね、なんか右手が骨折してね、その後ね、思うようなね、活躍がね、できなくてね、1998年に引退されております。通算成績は325試合に登板、87勝76敗21セーブ、防御率 4.01 の成績を残されております。まあね、もっとね、実力から言ったらね、100勝ぐらいはね、してもおかしくなかったんじゃないかなと私は思いますね。引退後もね、ヤクルトで講師などを歴任され、編成部門にもね、入られて、現在はですね、編成部長されてるみたいですよね。まあ、それもね、ヤクルトね、一筋というのが、なかなかヤクルトドラフト1位で入ったね、選手らしいなって思いますね。本日はヤクルト、伊藤昭光投手でございました。最後までご視聴していただき、ありがとうございます。でー